本作は宇宙空間を舞台にした SF 映画であり、監督は2001年宇宙の旅やアンドロメダの特撮を手掛けたダグラストランブルが務めた。日本では1979年5月13日にテレビ朝日日曜洋画劇場で放映、日本初公開となり、後にビデオ発売され、1986年9月16日に ミニシアターで劇場初公開となった。1 1級全体が人工的に管理され、気温も摂氏24度に統一された未来。植物もすべて絶滅し、わずかな標本が植物保存計画によって土星軌道の3隻の貨物船に接続された温室ドームで生き延びていた。そのうちの1隻、バリー法事乗組員4人のうち、植物学者のフリーマンローエルだけは、 植物の価値を重視し、地球に緑が復活する日を信じて勤務に精霊していたが、他の三人は人工的に管理された地球環境と人工的に合成された食品による生活の方が快適だと主張し、勤務ぶりもいい加減だった。彼らは互いに愛入れない価値観をぶつけ合いながらも、八年間ともに任務を続けていた。ある日、地球から、 計画中止と、ドームごとすべての植物を核爆弾で破壊し機関せよ、との命令が下る。同僚たちは、喜ぶが、植物が絶滅することに耐えられないローウェルは、命令に背き、爆破作業を妨害し、ついには、同僚全員を殺害する。彼は唯一爆破を免れたドームと共に、宇宙に深く先行し、逃亡する道を選んだ。船には作業用小型ドローン三体がおり、 ローウェルはカセット型のプログラムを差し替えて、ドローンたちに負傷した自分の足の下下手術を行わせることができた。土星の輪の中での船外作業中に3号機を失うが、ローウェルは1号機にデューイ、2号機にヒューイと名付け、助け合いながら共同生活を始める。ヒューイとデューイは植物の世話も学び、ポーカーをすればすぐにコツを覚えて、ローウェルを任し、彼を喜ばせた。 そんな中、突然ドーム内の森が枯れ始め、さらに不幸な事故でローウェルはヒューイをひどく損傷させてしまう。植物が弱っていく原因もわからず、ヒューイの修理もままならず、すべてを諦めかけたところにバリー法事を捜索していた救援船からの通信が入る。六時間後に助けに行けるという救援船との通信の中でローウェルは植物への日照が不足していたことに、 遅まきながら気づき、すぐに、ドーム内に、人工照明を立てる。罪を犯したことへの自責と、緑を守る信念とを持ち続けたローウェールは、植物の世話をデューイに託して、ドームを切り離し、自らは救援船の到着を待たず、ヒューイと共に自爆する。新宇宙へと離れていくドームでは、再び元気になった植物たちに、デューイが一人道路で水をやり、丹念に世話をし続ける。 テレビ朝日版の日本語吹き替えは2015年10月8日発売のユニバーサル思い出の復刻版ブルーレイに収録。ユニバーサルピクチャーズが1972年に企画した5本のローバジェット映画の1本だが先に公開された他の4本の興行が不審だったためユニバーサル映画は本作の興行も早急に打ち切ってしまった。これによって ダグラストランブルは財政的に損害を被ったと言われている。撮影の一部はアメリカ海軍の退役空母であり当時、係留されていたバリー法事内で行われた。宇宙船の船名であるバリー法事は撮影のためにあちこちを切り取られ撮影後にスクラップとされたこの空母に敬意を表して名付けられたものである。詳細はバリー法事、サイレントランニングを参照。 2001年宇宙の旅の撮影で用いた SFX 手法ジュピターマシンは当映画では土星の描写に使用された。フリーマンと共に宇宙への放浪の旅をするドローンの名前はキウイ・ルーイ、ルーイだがこの名前はディズニーアニメのキャラクターであるドナルド・ダックの三匹の甥いっ子たちが元ネタである。ただしルーイは名付けられる前に行方不明になっている。また このドローンはベトナム戦争で負傷して体のかなりの部分を失ったその小さな機体に入ることができる俳優によって演じられている。ありがとうございます。